第2章、裏切りのマジェスティ。もういいよ、何人裏切りようともう関係ないさ。俺たちは義を貫こう。ブレスビーな。まあそうだな、いつもおっしゃってましたよね、帝国の上層部は足の引っ張り合いだから、自分もいつはめられるかな。ブレスビーの元で働いてたんだな、ケイトは。じゃあもともと、追っ手を放とうとしてるらしいじゃないか。私の望みを何たらかを理解していなかったのだと思う。ん？私は人が物欲に、あ、違う、我欲のみに走る姿、それに耐えられず独立に参加したのだ。しかし我欲は人のあるべき姿、うん、理想は強き者が弱き者を守り、弱き者は強き者に奉仕する共存。しかし我欲が混じれば不可能な理想。グラシア様は俗世の我欲に隔離されて、ここにこうして存在される方、うん、俗世に隔離して生きようと決めた。俗世に失望した私に残された道、それがグラシア様と生きる道なのだ。人々の物欲を肯定するしかないなら、我欲までを高みから守護するお方と世界を見つめていく。あー、なるほどね、なるほどね。地位や権力ではない、そういうことだな。やっぱりそれは分からんけど、だから今は信じて進むのみだ。この世界をこの曇りなき眼で見ていきたいということだ。つまりそして私の道もまた決まった。私は王子の教育兼、教育係兼軍師として世直しができるものと信じておりました。だがマジェスティ様の態度に失望した。ちょっと教育が足りなかったな。権力を持つ者は権力に支配され、権威から逃れられることも知らされた。自らが危機に陥る世紀末にあっても、権力や権威にこだわり続ける属性にはこのブレスビー愛想がつき申した。権威も権力もみんな長い、みんなね、自分の意見をもうちょっと簡潔にまとめてくれ。この世界の存続のためグラシア様のお力になりたいと存じ、やっとこれで正式な軍師として佐々木軍に、いや、グラシア軍だろ、そしたらそれは。私もです。あ、よかったね。まあ、ブレスビーに付き従ってたってことだもんね。おお、まさか。まさか仲間になるのか。お主の言った通り、正義感だけではデストニア城に。え、仲間になるのかい、この、ゾンビザルが。まあそうでしょうね、ベセムの杖よね。グラシアとベセム、このセットがあればすごい、もう本当に鬼に金棒だもんね。鬼に金棒にマシンガンだもんな。戦車に B29。 逃れるっていうか、もう普通に真っ向から殴り合っても勝てんじゃないの。だってレジスターも仲間になってくれんじゃないの。そんなことはないの。結露、すごいことは、結露を開くにしてもここで時間を費やさねば帝国に囲まれ逃げ場をしないかもです。じゃあここからまず出なきゃいけないんだ。なんだあれって、脱出すると、へえ。それでもここでスティール軍と戦い、いや、もう危険って何が危険かが分かんないんだよ。教会に、了解、教会に行こう。デルデッ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 、はいはい、あ、アイテム整理しようぜ。アイテム整理しよう。アイテム整理が急務。パワーアクサ売ろう。いらんだろパワーアクサ。
さて、アイテム整理も終えたし、少しだけお金に余裕があるからちょっと買い物もしよう。やば、こんなことあんのか。いや、ちょっと今ループの話を聞いてみようと思ってさ、今あのループのお母さんの家に来たんだよ。そしたら偶然守りのミルクを手に入れてしまった。いや、こんなことあっちゃお前、町の人たちからもこれから全員に話しかけなきゃいけないじゃん。振動探索が4倍ぐらいの時間かかるぞこれ。まあやるか。まあやろう。俺は4倍ぐらいの時間をかけて探索する男だ。はい、何もなかったわ。町には何もなかった。ただ一応装備は整えたね。まあそれに関してはまああまり大したことない。スカラ脱出ルートというのは、ここがお前らの墓場だみたいなこと言うわけじゃないだろう。まあそこ、へえ。ブレスビーも東の山脈の大洞窟、大洞穴の話はどこかで聞いたこと。なるほど。でも迷路のようになってるからちゃんと出れるかどうかは分かんないんじゃないの。ちゃんと誰か出れたんだろうな。ドラゴンがいる。ん？じゃあドラゴンの墓場もあり。ドラゴンの墓場って竜人、ケクロプスは竜人だったのか。竜人はドラゴンと人間の血を引き、聖なる戦いで眠りしドラゴンの力が目覚めるとされる伝説の種族。ぴったり青年、青年には見えなかったけど、青年なんだこれ。申し訳ありません、スカラ様。しかし私の中を何かが命じるんです。佐々木君と共に行くの。マンドラゴン、これが竜人、竜の人だからマンドラゴン、ドラゴンマンじゃダメなんだな、マンドラゴンにしたんだ。ケクロプスはドラゴンと話ができる上、ドラゴンにとどめを刺すとそのすごい、それはすごい、頼もしすぎるな。じゃあ行こう、マンドラゴン。私に行くなと。まあ止めはしないだろう。引き止めたい気持ちはあるが止めることはできないってことでしょ。イザベラ様は責任を感じているのです。デストニアを救っていただいたにもかかわらず、佐々木君を追い払うような仕打ち、せめて私だけでも少ないよ。こうなるのではないかという気がしていた。まあそうだろうな。イザベラ様はこのケプロプス、読みにくい、ケクロプス、命に代えてもお守りします。神よ、未熟な私をお許しください。私はイザベラを止められません。行きなさい、イザベラ。いやー、どんどん仲間が増えていいね。やべ、こう来なくっちゃ。というかドラゴンも仲間にできるのか。ドラゴンと話ができてドラゴンと仲間にできる、むちゃくちゃだなこいつ。黒をつけてるな。そしてあの光の向こうは海なのね。なんて美しい景色だじゃん。え、あれは魚かな。残念ですが、あまり穏やかに。人食い魚って。人や動物が水辺を通ると近づいてきて、鋭い牙を取るわけです。怖っ。はいはい。気をつけましょう。何ですか？何ですか？音量の多発地帯となっています。むちゃくちゃだなマジで。じゃあ2つ左側行きゃいいじゃん。
そういうことじゃないの。あーでもこれがこっちに行きたいけどこっち側行けないけど右側から行くしかないみたいなことでしょ。そういうことかな。何ですかこれ。ヘルムクラブ初めて見た。ヘルムクラブ、なんだ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 、グール、なるほど、こっちから行けってことね。あっち側にも行ってみたいな。そう言われると右側行ってみたいな。宝箱取りに行こう。グラシアムさん、その場はとても危険です。橋は海風でとても脆くなっています。あー止まれないってこと、ここも。何それ。じゃあ渡るときはみんなで一斉に渡った方がいいってこと。そういうことよね。はいはいはい、オッケーオッケー、やり方が分かりゃ大丈夫よ。うんうん、マンドラゴン、マンドラゴンいいなマジで。語呂もいいよね、なんかマンドラゴンって感じ。さあ次のターン一気に渡るぞ。よし、うわ来た、キラーフィッシュ。やられた、一人でも渡ったら終わりなんだ。まずい。これ、間に合うか？いや、間に合うかじゃねえ。間に合わせなきゃダメだろ、これ。うわー、あれ大丈夫。あ、これ止まれねえんだ。うわー、測ったな。測られたわ。ん？ギリギリいけてるこれ。あ、いけてるいけてる。グール。うわー、飛んでくる。飛びうお、でかっ！で、強っ！ケイトスナイパーだもんな。防御力がないんだ、そう。これ調べよう。ミスリーギン手に入れた。よしよしよし。これガンガン行くしかないだろう。いや、こんな戻ってられん。アイテム回収は他の人に回すよ。よしよし。飛んでるやつなら、ケイトが行けるはず。あれ？あれそうでもない。よし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 、27経験値、攻撃で27ってことはレベル10以上にはできんね。みんなここはもしかしたら教会の教会から入れるとこだし、リターン案件かもしれないな。いいね、ワオーンっていう声が俺の中では聞こえたわ、頭の中で。もうあいつはいないんだな。あ、やべ、ケイトを回復するべきだった。え、お前は橋の上行けんの？あ、橋の上じゃないのか、それ。なんて大したこともないやつなんだ。あれ？あ？ここから戻りたいな。この橋は大丈夫？あー、怒られる、怒られる橋だった、これも。あー、まずい。これはまずいぞ。癒しの雫を自分で使うしかない。こんなとこでケイトを失うわけにはいかない。しっかり回復だ。よっ。もう回復はしてるから、殴っていいのか。ほら、やっぱりまあまあの防御力だな。まあ防御力ありそうな面はしてんなとは思ったんだ。またケイト死んでたな。しかも吸血の牙、通常と威力変わんないじゃないか。通常というか、あぶね、ヘルムクラブがこっち来てたらケイト死んでた。いや、わからないけどね、そんな気がした。ちょっとやっぱ佐々木くんの防御力がすごすぎて敵を舐めてしまうな。まあいいや。おい、グラシャはもうなんか素の攻撃力が高くていいね。こっち側もいけそうだけど、これまた大変なことになる気がするな。ちゃんとこっち側行こう。
これなんかスパークか、最低の魔法がスパークっていう、ちょっと使いづらいんだよな。やっぱりブレイズか、フリーズ、まあ、ブレイズないしフリーズぐらいは覚えてほしいな。よし、こいつが危ねえと見た、こいつを倒そう。いいね、妖精の粉、いいじゃないか妖精の粉。わあ、これ何にもできない。とりあえずヘルムグラブを倒そう。さあクロスブレイク、左右ナンマか。右左だったし、いけんのかこれ。きたー、ナイスナイス、ヒプノアロー。眠りに落としたらこっちのもんよ。じゃあでまた美味しいところをケクロプスが取っていくと、そんな感じでいいかな。しばらくはこのスタイルでやっていこう。ケクロプスにアイテム回収してもらってくるか。グラシアが橋渡れそうならそれでもいいなと思うんだけど、ヒールレベル1でいいんじゃない。うん、ヒールレベル1でいいと思う。もう大丈夫です。よーし、ヘルムクラブがグラシアを攻撃。まあまあのダメージ。さあドンホートがどれぐらい食らう。ドンホートも波の鍛え方、うわ、まあ、そんなもんか。いや佐々木くんが異常だよな。佐々木くんのタフネスが明確な強さがある。佐々木は硬い。グラシア、神の子グラシアがこれで倒すでしょう。よーし、いいね。ここで全員レベル10にできそうだね。ちょっと全員レベル10にしようか。ちょっとここまでだいぶそのレベル上げを、なんて言うんだろう、手抜いてきてるから。おお、神竜遺跡、神竜遺跡、神竜遺跡が右だったりすんの、もしかして。あー、なんかそんな気がしてきたな。神竜遺跡が右で左側行くと安全だよみたいなことなんじゃないか。まあイザベラが大丈夫っつってるし、多分大丈夫だろう。さあミコさん、いやここはちょっと待とう。またどっちが崩れるかわからん、なんて言いながら翼は行っちゃうんだけどね。翼じゃねえわ、佐々木だった、ごめん。わあ、関係ないところ崩れると、わあ。でも大丈夫、この方、あの佐々木に、あの佐々木に、信じられんな、マジ。現実とは思えない威力だ。さあ、これは、イザベラが、しっかりグラシアを回復。その頭のやつは、これ、どういう、どうしてつけてんの、これ。そのなんか街でもつけてるやつ見たことないから、多分流行ってないし。ブラッドボーン危険だな、ほんと。しっかり倒そう。ワン、ツー、スリー。いいね。かなりいいな。どうする?倒しちゃうか。まあ、別に出し惜しみしたって。大した敵もいないんだ。あ、ドラゴンが来る可能性があるのか、この中。まあ、でも大丈夫だろ。言って大丈夫さ。やっぱりブリジットだったり、ね、レベルの低い人たちにしっかりレベル上げしてもらわないと。全員レベル10余裕じゃないか。多分ここから降りたらまたキラーフィッシュが出てくるでしょ。とりあえずここで待機しようか。足並み揃えよう。レベル9の人たち、レベル8の人たちにちょっと前線に行ってもらいたいから。マンドラゴンもおそらく次レベル上がるしね。イザベラはまあいいとして、ちょっとここ待機だな。ここの橋が崩れるはないよな、さすがに。あれ?ああ、びっくりした。
ああ、怒られた怒られた怒られた。ポケットに手、ポケットに手突っ込んでるやつに怒られた。何もやらないくせに、口だけは出して。いや、これからだな。これからブレスビーのいいところがどんどん見えてくるかもしれない。捨てられて、やさぐれてる、ほう、なんて言うんだろう。ほうほけきょうじゃねえよ、あいつ。名前なんだ、フクロウだ。フクロウにしか見えてなかったけど。これからもしかしたら、彼の見せ場が来るのかもしれない。ちょっと待ってくれ。ケイト、早く。みんな待ってるよ。レベル8の彼らはもう下ろそうか。下ろしていいかもな。あ？話が違うぞ、ケクロプスよ。なんじゃあの巨大モンスターは。わかりません。あら。あらららら。ブローバー。あ、ボスだ。ちょっと待ってよ。グール倒したいんだけど。頼むよ。グール倒させてくれよ。参ったなぁ。こっち側から行って。うわぁ、グール出てきちゃった。あー、しかも、落ちちゃった。いいことねえなおい。どうするこれ。ケイトはチンタラしてるしよ。お、グール来た。ブローバーどうしようかなぁ。誰かダメージ減ってるっけ？食らってるやつはドンホトぐらいか。じゃやることねえな。サポートでもする。わあ、結構ズンズン来るなこいつ。うわお。なんとかしてどっかで引きつけて、レベルが10にならない人たちを、そのなんて言うんだろう、ゾンビ狩りに行かせたいんだよね。グール狩りに行かせたい。そのためにも、とりあえずは、このハゲを倒して。フェアリーソウル、いいね。これ眠りじゃない。混乱だっけ？あれ？こんなこともあるんだ。うわー、ここ砂地だから。こんなに動けないの？大丈夫かな？まあ大丈夫でしょ。大丈夫でしょ！よーし、いいね。ケクロプス、これでケクロプスもレベル9。とてもいい、とてもいい。これからちょっとかなり使っていきたいからな。そんな特殊能力持ったやつなんてね、使わない手はないだろう。回復してあげよう、ケクロプスを。少しでも回復してイザベラのレベルも上げる必要があるからな。よーし、まあ勝手に上がるだろうけどな、イザベラは。ポイズンアタックはやめてほしいんだよな。ポイズンアタックはやめてほしいんだよな。最悪だ。あー、妖精の粉持ってる、偉い。これは偉い、マジで。分かった分かった、ごめんごめん。いやー、とりあえず持ち物を使う。妖精の粉、いや、もうこれ以上毒は食らえないぞ。ちゃんと抵抗力上がったかな、これで。ワクチン的な。わあ、まあ仕方ない。ちょっともうあいつが塞いでしまってる以上、俺たちはここで止まるしかない。死ぬなよ。うわ、次はダメだ、ダメだ、ドンホート。こりゃダメだ、ドンホート。しまった。でかい。こりゃいかんな。ドンホート死んだな。強い。
神の子グラシア、グラシアのパンチ。おお、スタンブロー麻痺ですか。いいですね、とてもいい。じゃあここはもう思い切って殺しに行こう。スパークレベル2。あーちらー、よーし。そして多分翼じゃなくて佐々木くんのターンになんで、リターンしましょう。危なかったー。いやー強え、ここの敵強いわ。なかなかやる。いきますか。今度はループに行かせる。ループに行かせるぞ。いやー、どうなる。きたー。さっきも見たけどなー。なんであいつは。同じリアクションしてくれるから、みんなが。迫真の演技を見てくれ。ということで、以上。さあ行こう。わー、てかスナイプ、でももうケイト体力ないな。気づかなかった。おい、回復できないじゃん。よかった。ポイズンアタックだったらどうしようかなと思った。ポイズンアタックだと本当に全てが崩れるんだよな。ポイズンアタックだけ注意してガンガンいけ、ガンガン。ほら、いいね。やることねえな。おお、同胞ともダメか。あー、ケイトとあれだな、ケイトと同胞とにオーラかけてもいいね。ヒートバーナー、俺は効くだろう、ゾンビに炎。まあそうでもないよな。そういうことではないらしい。そういうのはやってませんって言われた。これここに入っていたいんだから、ここだな。さあ決めろ、倒せ。よーし、ナイス。ケイトの攻撃力上げといたから。ていうかレベル10のやつに攻撃させんじゃなかったよ、普通に間違った。よし、ここに、あそこにオーラだな。うん、ポイズンアタック以外にしてくれよ。ナイス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 。佐々木くんにして正解だったな。お、一歩ずつ前進してる。神の子に、神の子に何の用だこいつ。うわー、減るー、マジで減りすぎ。これウィザード、ちょ、こんなとこ邪魔じゃねえか。まあいいか、でもとりあえずとこう。スパークレベル1、少しでも経験値稼ぐ。いいダメージだ。魚の上に空も飛んでる。水飛行、ギャラドスだろ。雷は相当効くだろうな。4倍ダメージでもおかしくない。あ、倒せてないのか。倒したつもりだった今。ギャラドスに雷ってさ、一撃必殺の感じだもんね。ほら。よーし。さあ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 、グラシアが今普通に攻撃しちゃったからダメ、ダメじゃん。オーラするって言ってなかった。まあいいか。アイスブレイク決めたな、佐々木。これが佐々木、単身でもこの強さ。いや、単身を任せられるのはこいつだけだな。というより、さあさあさあ回復しよう。あー、これはケイトだな。ケイトを回復だ。うん、20ぐらい回復するんじゃない、ヒールレベル1でも。ほら、イザベラが大丈夫って言ってくれてるもん。イザベラの大丈夫心地いいな。奇跡よ起きろーっていう感じじゃなくて、すごい好感が持てる。やばい、これあそこ封鎖されたら終わりだぞ。もう本当に睨み合いになっちゃうから、橋を越えて。調べる。守りのミルク、いいね。よし、越えろ。超えて待機だな。うわー、いけない。まあ致し方ない。よし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 、
マンドラゴンの位置ちょっと悪い気がするな。うん、ここでマンドラゴン狙ってきた。うわ、減りすぎだわ。いや、どうしよう。これやっぱりこのザクを倒していかないとダメだろ。お、きたー、さっき覚えた必殺技エアリアル、強い。年寄りを舐めるな、そうドンホントは言ってる。その通りだ、ドンホントを舐めるな。やばい、急げ。砂漠きついな、砂地がきつい。おー、いけるじゃん。じゃあグール倒そう。すまないね、一人でも減らしておきたいんだ。経験値のことは言うな。よーし、まあ大丈夫だとは思うんだけど、とりあえずブローバーを殴っとこう。うん、いいダメージ、いいダメージ、悪くない。さあドンホーとはどれくらい食らう。ポイズンアタックじゃなければ13。ふんふん、悪くないね。俺悪くない以外の言葉が全然思いつかなくなってきてるけど、じゃヒールレベル2で、あ、サポートとかいいんじゃないか。サポートいいよね、サポートいいじゃん。多分物理でしょあいつ、ブレスとか入ってこないだろう。サポートでしっかり防御力と素早さを上げていく。イザベラに攻撃が来てもヘルナパーム、あんだそりゃ。物理だろうなんて言ってたらこれだもんな。天の弱にも程があるぞ。さあグールを倒せ。よーし、これマンドラゴンでいけるぞ。おい、ここはどうする。いや、どうする。死ぬ可能性があるから、イザベラをちょっと回復してあげるか。これイザベラに死なれたらかなり大変なことになるから、てか誰も殺したくないじゃん、そもそもが。これでケクロプスが、お、エアファング、グールを倒せばいいね。レベルが上がってみんなに追いついた。わあ、すごい上がり幅がすげえ、素晴らしい。才能を感じるな、上がり方に。じゃあヒールで誰回復しても同じなんだけど、一応一人だけサポートの恩恵を受けてないドンホートを回復しよう。ただドンホートの目の前に行って橋塞がれた時のヤバさったらないな。リターンはダメダメダメ。スパーク、スパークレベル2。落ちろ。あ、ちょっと待って、右側のあれ見てこないとダメか。なかなかしんどいぞ。うわ、強え。ちょっとなかなかしんどいな。でもちょっと、とりあえず見に行くか。見に行かないとね。あ、スリープ覚えてんじゃなかったっけ。ん、これ何これ、アタックできんだ。へえ、でもスリープだ。とりあえず眠らせれば一攫千金。うわ、効かないか。なんか効かないんだ、いや効きそうだよな、なんか微妙に。よしよしよし、これはオーラだね。オーラレベル2が使える、しかも。よしよしよし、いいよ。イザベラ、佐々木、ブリジットは大丈夫だけど、グラシアも回復。いいね、グラシアのレベルの上がり方楽でいいな。ちょっとか囲んどこう、危ねえから、危ねえから囲んどこう。誰が好き？おお、イザベラを狙ってきたか。ヘルナパーク、やめてくれやめてくれ、見てこないと。なんか移動できる感じだったらどうしようかな。まあ、全然進めない。やっぱりこの足場が悪いな。しっかり回復。 OK、 あと2回できる。
これでイザベラのレベルも上がるだろう。必殺技神の審判、やばいやばいやばい、サポートが切れてる。うぅ、サポートが終了した。ビスさんのパソコンでネットサーフィンしようとしてる。これはまずい。あれないな、ないな。そうか。そしたら右もないか。いや、まあまあ、ちょっと一回見てくれ。ちゃんと右が遺跡って可能性あるよな。耐えろイザベラ、すごい頑張ってるイザベラが。あれ、いや、まあまあまあ、あと一歩進めるだろう。そこちょ、眠らしてくれそいつを。素晴らしい、麻痺いいね、これでかいぞ。こう佐々木くんにとどめさせようか。うん、それでいいと思う。あー、ちょっと待って、もう一歩もう一歩、あと一歩前に行きたい。駅のトイレに書かれてる、一歩前へ。マンドラゴンも一歩前に、しびれろ。うわー、しびれない。カウント、やるやるじゃんイザベラ。あ、ないのか、よかった。何もないなら何もないでいいんだ、それが分かっただけでもいい。じゃあここは最後佐々木くんが決めてくれ、綺麗にな。ディメンション、かっこいい。こう来なくちゃ、やはり主人公は俺佐々木さ。ふぅ、あなんでまたここに追い詰めたのよ、取り囲んでたのに。ですがブルース、奴はまだ動いています。確かに奴には戦う力は残っていない。そうか、そうなのか。え、左から行けば安全だけど、その左の道をこいつは、あー、潰しちゃうんだ。そういうことでしょ。なるほどね。じゃあ右の危険な地域から行かないといけないと、そういうことだ。うん、言ってたな。おい、マンドラゴンなんとか言え。取り乱してるな、随分。これもきっと神のおぼし飯です。行ってみましょう。ドラゴンの中に前向き、いいよ。このあなたのリーダーとしての決断に誰も反対する者などはいないでしょう。もう軍師の立場ないな、そしたら。どうせ逃げ道はこうしかないのじゃ。勇気を出して参ろうぞ、佐々木。よーし。あ、いや、これ連戦だ、これ。うわー、幻想的。ここじゃな、ドラゴンの墓と。